じゃないぞ。何も変わりはしない。スタープラチナが戻ってもお前の父親はただのデクノボーだ。娘のお前のことさえ思い出すことは決してないな。おい見ろ、監視が倒れているぞ。カエル奥村、ナカリアも調べるんだ。誰かいるかもしれん。まだよ、気を失うのは。まだ本体が近くにいるはず。ホワイトスネークの正体を調べてからよ。本体は記憶のディスクを持っている。本体が誰か知るのは今がチャンス。おい、窓の外を見るけぞ。奇跡だよ、奇跡が起きてる。でも誰が掃除すんだこれ。何も変わりはしない。ジョー太郎のスタープラチナを奪ったのはただの親友の仇を討つという私の干渉に過ぎない。大切なのは記憶のディスクだ。それは私のもの。全ては予定通り。天国を探せるのはジョー太郎の記憶だけなのだ。刑務所の中庭だけにカエルが降るという異常事態。そのどさくさに紛れてジョリーンの脱獄の罪は不問となった。そしてスピードワゴン財団は空城城太郎のスタープラチナのディスクをゲットした。しかし記憶のディスクを手に入れなくては城太郎の心は戻らない。We'll be right back.